欢迎大家回到我频道，我是住在神户的雅雅。今天这期视频呢，我想和大家分享一下，在周末的时候，我和我老公还有那个小朋友一起到丹波的一个恐龙公园游玩，然后呢，在那边还随机的发现了一家，棒！随机的发现了一家特别好吃的荞麦面店。他们这家店特色呢，就是荞麦是自己种植的，然后磨成粉，再用那个地下21米深的地下水和面手工制成的这种荞麦面，口感非常的有嚼劲，真的很好吃，所以我特别想推荐这家店。何ですか？ナナさん。说到哪里啊？以及我会在游玩过后会画一幅当地的风景画，那我们就来看一下视频吧。写真の通りや。写真の通り実際な。行こうや。結構リアルやね。リアルね。結構リアルや。緊張するね。緊張するよこれ。怖い。いや、怖くないで。これブラックソースじゃないで。タンバリタニスアビビティアエ読めへん。アミキティタンバリタンバリタニス。日本人ですか？読めへん。就说这个恐龙，这个种类的恐龙是在丹，就是在这里丹波这里。发现的恐龙化石。那个有恐龙图案的地方，就是当初发现丹波龙的地方。我点了那个小朋友吃的那个荞麦面，然后他们会帮我就是稍微剪短一点，方便小朋友吃。これはもう味付いてます。あ、はい。ね、お召し上がりください。はい。イノシシ肉。野猪肉，野猪肉。イノシシ美味しい。さっき食べたのネギです。野猪肉好吃吗？うん、美味しい。なんかちょっと牛タンみたいな感じ。牛タンみたいな感じ。おいしい。牛タンより美味しい。うん。うん。確かに。うん。肉柔らかいね。うん。そばの感想をお願いします。そばの感想。うん。うん。どうですか。めっちゃそばの香りする。めっちゃ美味しい。基本めっちゃ美味しいしか言わへん。
喜欢我的视频的话，请点击赞、开小订阅、订阅、订阅视频，谢谢。